アイテム番号 SCP-400JT。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-400JT の発生は財団が所有する静止衛星ネットワーク監視システム、各国諸機関との連携により警戒されます。発生が確認された場合は当該地域へ戒厳令を発動させ、マスメディア並びに民間への通信検閲、情報統制、クラス B 記憶処理がなされます。財団は SCP-400JT 発生地域の戦闘行為を終了させてください。新たに建造された医療施設、教育施設のすべては破壊されます。SCP-400JT のすべては回収され、保有している所持品の回収とインタビューの後に終了してください。すべての回収が不可能と判断された時点でプロトコル、和平、が発動されます。説明、SCP-400JT は国家間での戦争、または一地域での紛争を行っている地域に出現する人型の集団です。最小規模では4体、最大規模では、万体が同時に発生しました。当該オブジェクトは発生した地域における戦闘へ第三勢力として介入します。出現は戦闘地域の中心部より 10km 離れた地点から出現するものと推定されていますが、未だ発生のメカニズムや瞬間が確認された例はありません。SCP-400JT が使用している服装は戦闘の発生している年代、地域、環境によって異なりますが、おおよそ当該年代における、の陸軍の BDU を着用しています。現在まで、海軍に相当する SCP-400JT は確認されていません。戦闘における武装は一般的に、事務用品、と称されるものがほとんどで、戦、年、の、ではおよそ6000体の SCP-400JT が発生し、その 60% は当該地域で販売していた各メーカーのボールペンを所持し、両陣営の武装した人間1に対し集団で襲いかかりました。これらの事案の際に観測される SCP-400JT の身体的基礎能力は人間を上回り、力学上実現不可能な挙動を見せることが多く確認されています。SCP-400JT が介入する戦闘行為の終了には2つの形態が確認されています。当該オブジェクトの介入した戦闘行為に際し、オブジェクトが敗北にした場合、当該オブジェクトは戦闘地域の場所に左右されることなく、のある方角へ撤退していき、3、非戦闘地域へ到達してからおよそ 30km 離れた時点で消失します。当該オブジェクトが敗北せず、戦闘行為にある2勢力が完全に撤退した際、SCP-400JT は次の段階へ進みます。当該オブジェクトは戦闘地域に止まり、民間人の生存確認と身元の特定を行っていきます。正確な生存者数と身元を確認した SCP-400JT は戦闘により発生した人的被害、戦闘に参加しなかった一般人の救助活動、同様の死亡者の埋葬、戦闘により発生した殉職者の弔い、物的損害の修復作業に当たります。この救助活動、修復作業に使用される医療技術や建築技術、埋葬方法4に異常な特性は確認されておらず、完了までに要する期間は当該年代の民間技術を用いて行われるものとほぼ同一だと考えられます。戦闘地域での修復作業の前後の際は建造物の建っていなかった土地に新たに建てられる医療養護施設、幼稚園、学校、図書館等を含めた教育、福祉施設以外ありません。新たに建てられた諸施設の蔵書や備品のすべてに特異性は認められていません。この過程がすべて終了すると、SCP-400JT は敗戦時と同様の方角へ撤退していき、消失します。確保された SCP-400JT は共通して、平和のために戦っている、と主張しており、共通の紋章を除き、その他の組織構成や指導者などに関する証言は得られていません。SCP-400JT が主張するすべての身元は存在せず、SCP-400JT が所有している物品から得られた情報はすべて捏造であることが分かっています。SCP-400JT は複数の分担があると推測されており、その構成は所持している、事務用品、の武装によって判別できると仮説が立てられています。
以下がその仮説と確認されている武力行使の方法です。呼称一般歩兵。特徴的外観。背面に持ち手のついた三角定規と直定規を所持。行動。三角定規は外観上透明度の高いグラススティック。ガラスのように見えますが対衝撃性能が高く。SCP-400JP はこれらを盾のように使います。直定規の側面はその外観と関係なく物体を切断します。仮説、分析。SCP-400JP における、重装歩兵の役割を担っていると推定。呼称近接戦闘員。特徴的外観。黒インクの入ったボールペンを所持。行動。他の勢力に属する歩兵の首へボールペンを突き刺す。なお、この行動は主に市街地などの遮蔽が多い地域で頻繁に確認されています。また、現代における戦闘に関してこれらの個体が確認されるケースは減少しています。仮説、分析。SCP-400JP における、ゲリラ戦闘員の役割を担っていると推定。呼称小銃歩兵。特徴的外観。30本の芯が入ったステイプラーを所持。行動。近距離から中距離での戦闘において頻繁に確認されています。所持しているステイプラーは一部が改造されており、未知の機構により策略を必要とせず、芯は一般的ライフル弾と同等の速度で飛翔します。これらの SCP-400JP は、返芯の束を送信具におよそ4セットから6セット所持していることが多く確認されています。仮説、分析。SCP-400JP における、近代兵士の役割を担っていると推定。呼称衛星兵。特徴的外観。スティック状の容器に入ったプラススティックのりを所持。行動。全戦闘地域において少数ながら確認されています。負傷した SCP-400JP の骨折や負傷した箇所に糊を塗布することで SCP-400JP の治療を行います。仮説、分析。SCP-400JP における、衛生兵の役割を担っていると推定。呼称工兵。特徴的外観。ハサミとセロハンテープを所持。行動、防衛施設や戦略的重要拠点、パイプラインに頻繁に発生することが確認されています。これらの SCP-400JP は所持しているセロハンテープをハサミで裁断し地面、天井、壁面に貼り付けることにより当該箇所を爆発します。爆破用の信管などは確認できず、SCP-400JP はこれらを独自の周波数帯を発生させる通信装置によって起爆していると考えられています。応用力の高さから、用途は障害物の除去にとどまらず、即時的な塹壕の作成や簡易的な地雷腹とも見られる方法で使っています。また、後述する、兵員輸送車両の破損箇所をつなぎ合わせることで一般的に行動不可能と見られる損害を受けてさえ、兵員輸送車両を行動させ続けることが分かっています。仮説、分析。SCP-400JP における、戦闘工兵の役割を担っていると推定。呼称ドライバー。特徴的外観、装甲車両に乗車。行動、背面の扉は上下左右の観音式となっており、SCP-400JP 以外の人間が目視している間開くことはありませんが、扉が開いた場合、その内部より一度に4から6体の SCP-400JP が出現し、戦線に参加します。車体上部に備え付けられた金属製の筒からは太さ 20mm のステイプラーの芯が毎分800発の間隔で発射されます。車体後方に備え付けられた敵弾頭から射出される発煙弾の主成分はカルシウムであることがわかっています。車体後部に存在する、引き出し、には上記の SCP-400JP が使用する消費資材が各種入っており、返芯、や、糊、セロハンテープ、などが少なくなった当該オブジェクトはこれらを積極的に補充します。戦闘中の SCP-400JP は前述の戦闘終了時、
SCP-400JT は降車し、SCP-400JT の撤退が確認された後においてもこれらの車体は存在し続けます。残された車体の背面扉の中身は自動書で満たされていました。仮説、分析、SCP-400JT における、装甲兵員輸送車の役割を担っていると推定。故障パイロット、特徴的外観、飛行船に搭乗、行動、外殻はアルミニウムでできており、その内部は水素より軽い未知の気体5で満たされています。これらは数種類確認されており、一度に4から6機が同時に出現します。これらは大きく3つに大別することができ、衝撃により爆発を引き起こす事務用デスクを大量散布するもの、SCP-400JT や補給物資、前述の兵員輸送車両をパラシュート投下するもの、対空装備の充実した無線交換や地上の SCP-400JT を指揮するものと分けられます。これらの撃墜は随伴する飛行船に付けられた 30mm ステイプラーの芯による迎撃が激しいため成功していません。仮説、分析、SCP-400JT における飛行艦隊の役割を担っていると推定。勝利宣言を祝う SCP-400JT。各個体はそれぞれプラスティックのりや万年筆、直上儀で武装していることが確認できる。中央の旗には共通して使用されている紋章が描かれている。SCP-400JT による修繕作業中に建設された小学校。以前この場所は畑でした。中央奥に武装解除した SCP-400JT が確認できる。出現した。兵員輸送車両、両側には SCP-400JT が佇んでいることが確認できる。出現し単独行動する。飛行船、下部後方に備え付けられた事務用デスク投下ユニットが確認できる。SCP-400JT が所持している。装備、破当該オブジェクトが手放した状態でも同様の特性を発揮し、装備、の一部は現在特異性の研究がなされています。回収された装備品は一部を除いてアノーマラスオブジェクト収容容器へ保存されています。ほい、事件記録400-2011031。要セキュリティクリアランスレベル4。2011年に確保された SCP-400JT の1個体へのインタビューの際、胃の中に隠されていた兵器により地下サイト、81、は甚大な被害を受けました。インタビューにおいて当該のオブジェクトは、我々の平和を阻害するな。平和のための最終手段を行使する。と主張していました。兵器、は既存製品との外見的判別が非常に困難であり、内包された起爆装置の X 線写真、もしくは、兵器、の破壊による摘出検査のみが有効です。起爆装置は特定の信号受信によって作動するものと証明されており、起爆手段は SCP-400JT のみが保有していると考えられています。これらは特例アノーマラスアイテムに指定されています。現在までに同様の兵器、他民間企業への製造中止工作を行うまでに作られた子が現存していると考えられており、2015年現在も回収作業が続いています。なお、被害の出た地下サイト、81、の対地盤陥没応急処置の完了に伴って予定されていた再建造工事は高濃度放射線の検出により中止されています。応募、執務室より回収された、兵器、の一例。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。